どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の女のおいしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいなと思ってるわけなんですけど、はい、今日はですね、コンクリート・ユートピアだね。去年は非常宣言とか、狼狩りと、韓国映画は年初から飛ばしてて、いや、今年もとんでもパニックムービー・イン・コリアが1月5日から公開されています。それがね、コンクリート・ユートピア。非常宣言。ペクトゥーさん大噴火などに出演していたイ・ビョンホンがね、今回も主演していまして、主演というか出演だよね。いや、今年もぶっ飛んだ無茶ぶりパニックサスペンスを見せてくれるだろうという大いなる期待を抱いて、鑑賞しました。in 新宿バルトナインの、午前中の回ですね。平日の午前中ということもあって、客入りはそこそこでしたね。映画見たのはね、1月9日の、火曜日ですかね。1月9日の火曜日の午前中の回を見たんですけど、まあそこそこ入ってましたね。去年の非常宣言は、年始からぶっ飛びまくって、脳髄ブシャーでしたけどね、あれも相当、あれ、傑作、でしたよね。評価額、傑作をつけましたよね。いや、ほんとね、脳汁が飛び散るかと思うぐらい、大興奮したわけなんですけどもね。何にしても、韓国映画が本気を出した時のスケールと迫力は、ハリウッドすらも軽く凌駕しますよ。日本のゴジラ、ゴジラマイナスワンとか、すごいけど、本気を出した韓国映画の衝撃には及ばないんじゃないかなと、個人的には思っています。特にこの手のパニック映画はもはや韓国のお家芸とも言えるでしょう。僕の動画でもおすすめしている、韓国のパニック映画といえば他にもね、テロライブとか PMC バンカーなんかありますけども、あれらもね、ほんと異次元の凄みがありますからね、よくもあんなものを作るよ。ねえ、いや驚き、もう本当にね、びっくりしますよ。一度ね、テロライブとかPMC バンカーなんかね、見てみてください。僕の動画でもレビューしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に目次がリンクされています。目次のページがリンクされているので、そちらから当たってみてください。今回は韓国の首都ソウルで大震災が起きるというストーリーなんですけども、そうなんですよね。日本では元旦に令和6年、能登半島地震が起こってしまいましたよね。さすがに映画が1月9日公開ですから、上映中止には間に合わなかったのかな。もうちょっとね、1週間、2週間、10日とかあれば、もしかしたらね、このコンクリート・ユートピア、中止になるんじゃないかな。だって前回の東日本大震災の時も、マット・デイモンが出ている映画がね、公開予定だったんですけど、あれ、津波のシーンがあったんですよね。だからね、確か延期されたような記憶がありますけど、今回もね、この能登半島地震を想起させるようなシーンがありますから、ね、本来だったら中止になるはずなんですけども、いかんせんね、正月に起きて、映画が1月9日ですから、1月5日ですからね、公開ですから、さすがに間に合わなかったんでしょうね。この映画、被災者の方にはちょっと鑑賞が厳しい作品となっておりますので、ご注意ください。そもそも日本がね、大変なことになっているのに、こんな映画を見たりレビューするのは不謹慎だっていう方もいらっしゃるとは思います。見る見ないはもう自己判断でね、お願いしますよ。不謹慎だという認識の方は、どうかこの動画もうここでね、見るのやめてください。視聴中断してください。お願いします。はい。というわけでね、この映画レビューしていくわけなんですけど、まずは評価額からいきたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで、評価額をつけていきます。映画「コンクリート・ユートピア」、評価額はズバリ。1700円、傑作。いやー、やっぱり韓国のパニック映画、期待を外してきませんね。非常宣言も確かね、1700円傑作だったと思うんですけど、本作も、勝るとも劣らない。まあね、何度も言いますけど、不謹慎なのは承知していますけどね、本作にはおすすめマーク、サムネイルでおすすめマークを貼っておきます。まあ、見るのはね、本当自己責任でお願いしますよ。さすがは第96回アカデミー賞国際長編映画賞、前はね外国語映画賞と呼ばれていたんですけども、その韓国代表作品に選出されているだけのことはありますね。いやもう最近のイ・ビョンホン出演の映画、ほんと外れがないよね。今回はディザスターによるパニック描写もさることながら、人間ドラマが濃密に描かれているんですね。東日本大震災を凌駕する大震災は、ここで描かれるこう異常な人間ドラマの端緒となる舞台設定でしかありません。個人的にはこの映画ね、パニック映画という、ジャンル分けするならパニック映画というよりは、心理サスペンススリラー、サイコスリラーの色合いが強いんじゃないかなと思ってるんですよ。もうなんならホラー映画とも受け取れる、なかなかにハードで残酷な内容でしたね。非常宣言はどちらかといえば人間の本質をポジティブに描いていましたけども、本作は闇として描いているわけですよ。非常宣言がね、性善説として描かれているのに対して、こちらも全く逆ですよね。闇なんですよ。でも面白さは全く衰えていません。非常宣言に匹敵する面白さ。なんならこちらの方がね、作品としてのいわゆるドラマ性としてはこちらの方が圧倒的に上なんじゃないかなと思います。このね、今回この起こる大震災、もうね大地震と言っていいのかわからないんですね。映画「インセプション」のワンシーンを思わせる極端な地盤隆起によってソウルは一瞬にして壊滅してしまいます。それこそ地面が津波のようにうねるんですよ。津波ですよ。いやもうね、津波より凶悪ですね。もちろん、建造物という建造物は余裕で崩壊します。地面は裂けて、その裂け目にあらゆるものが落ちていく。で、かろうじて生き残ったとしても、大火災とかガス爆発とか、あとビルの崩落だけではなくて、記録的な寒さということもあって、凍え死ぬ人がもう続出するんですね。または暴徒たちによって殺される人もいます。それでもごく少数ながら生き残った人たちがいるんですよ。もちろん彼らに必要なのは生活物資や食料や水ですよね。もちろんライフラインも壊滅状態。残された食料や水を求めて人々は争奪戦を繰り広げているような、そんな状況なんですよ。その中、ファングンアパートだけはノーダメージだったんですね。本当にノーダメージなんですよね。602号室に妻のミョンファと2人暮らしの主人公ミンソンは、朝ねベッドで目覚めてカーテンを開けてみると呆然とするわけですよ。ソウルの街がこれでもかと壊滅しているじゃありませんか。このアパート全く揺れることがなかったので、寝ている最中2人は全く気づかなかったんですね。もちろんそのアパートにはもう唯一ね、このアパートだけがまともに住めるアパートなんで、居住者以外の生存者たちが押し寄せてくるんですよね。もう寒いですから、外は氷点下ですから、外にいたら凍え死んでしまう。だから中に入れてほしいって押し寄せてくる。当然ですよね。それも救助隊が現れる気配は一向にありません。マンションの中に残された食料だってそれはもう心もとないですよ。街中では不法侵入や殺人、放火が起きていると。で、危機感を抱いたこのファングンアパートの居住者たちは多数決で住民以外の人たちを受け入れないという決断を下すんですね。そしてそのリーダーに選ばれたのが902号室の住人4択です。この4択をイ・ビョンホンが演じているんですね。で、なんで彼が選ばれたかというと、冒頭で危険を顧みずに放火された部屋の消火活動に彼は率先して当たったんですけど、その姿勢が、住民たちの尊敬を集めたというわけなんですね。いや、この人ならリーダーに任せられるということで。で、リーダーに選ばれた4択はですね、彼の呼びかけでマンションの敷地にバリケードを築いて、中に外部の人間が入れないように施すんですね。そして4択は、今回この物語の主人公であるミンソンを防衛隊長に任命するんですよ。それからも外部の人間が押し寄せてきたり、その彼ら自身ですね、マンションの住民たちが食糧難に陥ったりしますけども、そこはね、4択のリーダーシップによって彼らは難局を乗り越えていくことになるわけですよ。そんな4択にミンソンはすっかり浸水してしまうし、住人たちの多くも4択を頼りになる英雄として崇めるんですね。そうやって4択の支配がアパートの中で強まっていって、このアパートの住民の男性たちはまるで軍隊のように結束していきます。そうなんですね。このアパートの中に一つの国家が形成されていくんですよ。それもこう一人のカリスマ、もはやこの頃には4択はカリスマになっているわけですよね。ところがその4択に不信感を覚えていた人間がいるんですね。それがミンソンの妻ミョンファンなんですよ。ミョンファ。どことなく彼女は4択にそこはかとない狂気を感じ取っていたんですよね。そしてもう一人、その4択に疑惑の目を向ける住民がいました。それは4択の隣人である若い女の子なんですよ。4択自身も彼女を見つめる目には明らかな警戒の色が浮かんでいる。そんなある日、マンション内での予期せぬ争いをきっかけに彼らは一気に破滅に向かっていくことになります。そこで住民たちが目にしたのは4択の本性でしたみたいなね、そんな内容になっておりました。いやー、もうね、さすがは韓国パニック映画、もうね、ずっと引き込まれっぱなしでしたね。パニック映画とは言っているけども、先ほど言ったようにね、こちらはね、むしろワンシチュエーションの心理サスペンススリラー、サイコスリラーだと思うんですよ。まず韓国の人たちはどうもね、アパート、物件、マンションとかアパートに対する執着が日本人のそれに比べてかなり強いんですよね。なんでそんなに強いかっていうのは、冒頭でね、説明が入るわけで、韓国社会の韓国人たちの要するに住居に対する執着心の強さの歴史、背景、社会的な背景というものが、パーッと解説されるんですけど、それ見る限りね、日本人にはない執着心っていうのを持ってるわけですよ。それがあるからこそ居住者以外の人間を受け入れないという発想になってしまうんだと思います。僕たち日本人だったらきっとこうはならなかったんじゃないかな。きっと、外部の人間を受け入れていたと思うし、僕もこのアパートの住民の立場だったらそうするはずです。外部の人間をね、受け入れて見捨てないで、一緒にね、共存していこうって言ってたと思いますよ。多分だけどね。いや、わかんないけど。わかんないよ。でも多分そうするはずだと信じたい。皆さんはどうですか？皆さんはちゃんと受け入れますかね？それともやっぱり食料とか、無限ではないんでね、このわずかな食料、自分たちが食べていくだけでも精一杯、1週間くらいしか持たない食料を守るために、部外者は排除しますかね？どっちもね、どっちが正しい、どっちが間違ってるってことはないとは思いますよ。そこら辺はね、それは人それぞれだと思うんですけど、ただこの韓国の人たちは結構こう、受け入れないっていう発想になってしまうんだな、そういった国民性なのかなとも思います。またこのアパートはどちらかといえば低所得者用で、周囲の高級物件の住民たちからは、このアパートの住人たちはね、蔑まされていたんですよね。学校の PTA の会でもファン軍アパートの住民というだけで、バカにされていたんですね。韓国は日本以上の厳しい格差社会ですけども、この震災によってその格差が完全に消えてしまったわけですね。崩壊してしまった。いや、むしろ住めるアパートを持っている彼らこそがもう上級国民ですらあるわけですよ。そんなね、自分たちをバカにしてきた高層マンション、高級マンションの住民たちを彼らが受け入れるはずもありませんよね。当たり前のように排除することになります。で、4択の指導によって住民たちは異常な結束を持ち始めるんですよ。で、この4択なんだけど、最初はね、どちらかといえばおとなしくて間抜けなおっさんだったんだけど、リーダーに選出されてから異様なリーダーシップを発揮するんですね。なんかね、このさ、間抜けにしか思えなかったんだけど、どういうわけかね、結構できる男なんですよ。彼がね、異常にこだわったのが、この部外者の排除なんですね。このマンションの敷地には、もともとの居住者だけしか入ることができないようにするわけですよ。だから彼らはバリケードを築いて、見張りを置いて、絶対に部外者が入れないように、この見張りもね、4択は強化するわけですよね。そうやってライフラインも食料も水もマンパワーもこのマンションの住民が独占状態になるわけですよ。もう独占してしまうわけですよね。それを、守り通すことが4択の、教示といいますか、彼の全てなんですね。しかし住民の中には、いや飢えてね、気の毒に思った部外者をかくまう人たちもいるわけですよ。ユダヤのね、ホロコーストの時にユダヤ人をかくまったドイツ人とかオランダ人いましたよね。本当に立派で勇気のある行為だなと思いますけども、やっぱりね、韓国人の中にもそうやって部外者をかくまう人たちも出てきてるわけですよね。ところが4択はそんな彼らを摘発して暴力的な罰を与えるんですよ。で、その急先鋒が、ミンソンだったわけですね。しかし奥さんのミョンハが、この部外者をかくまうことにちょっとだけ関わっていたことを知って、ミンソンは4択に土下座をするんですね。すると彼は、4択はミンソンに、もっと住民たちの役に立てと言い放つわけですよ。で、ミンソンは4択の信頼を得るためにさらに摘発に力を入れるようになって、暴力も辞さないようになっていくわけですね。そんな夫の変貌ぶりに、ちょっとした失望と恐怖を奥さんの妙波は抱くようになります。そもそも4択って一体何者なのか。実はね、彼にもとんでもない秘密があったというわけなんですけども、ネタバレになっちゃうんでね、ここでは触れません。映画を見てください。でね、まさにね、何ですか、ポストアポカリプトっていうんですかね、荒廃して無法と化した社会、それこそ北斗の拳のような世界なんですよね。その中で非力で普通の人たちがサバイバルしていかなければなりません。一人では生きていけないから、それはもうね、仲間が必要ですよね。だけど誰でもいいっていうわけじゃない。やっぱり信頼できる仲間が必要。そこでアパートの人たちは自分たちだけでこのアパートの中にある種の国家を形成していくわけですよ。そこには医療もあるし、軍隊もあります。自治もあると、ね。警察もいると。もう一種の、一つの小さな国家をこのアパートの中に作り込んでしまうわけですよね。確固たる法律、ルールに、規律がね、徹底されているわけですよ。ある意味、理想郷、いわゆるユートピアになりそうだったんだけど、やっぱそうはならないんですよね。こういうところは、旧ソビエトとか、中国みたいな共産国家みたいですよ。彼らの結束も、実はね、強いようで、とても脆弱なんですよね。ちょっとしたことがきっかけで、一気に崩壊してしまう。そのリーダーが4択だったんですけども、このね、4択のキャラクターがとても面白いし、すごくね、興味深いんですよね。本来彼は何の取り柄もない、それこそ社会の底辺、負け組に属していたんですよね。そんな彼がある日突然英雄に祭り上げられて、絶大な権力を手に入れてしまうわけですよ。当初は目に見える形で結果を出して住民たちを歓喜させていたわけですよね。そうやって彼は絶大な信頼を得るようになりました。この人に任せておけば大丈夫だと。この人についていこう。主人公のミンソがそうだったんですよね。4択にすっかり浸水してしまう。しかし英雄だと思っていた人物が実はとんでもない邪悪な存在だったとしたらどうでしょう。まるでドイツのね、ヒトラーのように。そう、住民たちがこう満喫している豊かさや幸福は、部外者の犠牲の上で成り立っているわけですよ。そのことをいち早く知ったのがミンソンの奥さん、ミョンファでした。そして理想郷、ユートピアと言われる世界ほど脆い世界はありませんっていうことをこの映画で思い知らされることになるでしょう。去年の非常宣言はツッコミどころ満載のパニックものでしたけども、本作は人間の本質を描く実に濃密な人間ドラマとはなっているんですけども、それもね、あまりに極端すぎてサイコスリラー、なんならホラー映画とも言えます。この極端ぶりがね、韓国映画のまさに真骨頂なんですね。力技でねじ伏せてくるようなストーリー展開はまるでだれることなく、最後の最後までもう引っ張り回されます。内容としてはね、ファンタジー寄りなリアルですね。しかしこのリアリティに乏しい偶話的な展開が本作を面白くしてるとも思いました。4択もヒトラーのように権力を手に入れる前は笑っちゃうほどに普通の小市民だったんですよね。しかしその小市民が権力を手に入れることでとんでもない事態に陥ってしまうこともあります。4択もヒトラーもね、スターリンも良かれと思ってやっていたんだよね。だからこそたちが悪いし怖いんですよ。このマンションにも、例えばヒトラーの側近ヒムラーやゲッペルスみたいな存在もやっぱり出てくるわけですよね。このマンションは国家の縮図なんですよ。この映画で見るとヒトラーとかスターリンとかポル・ポトみたいな人間がごくごく普通の小市民から生まれるってことがね、よーくわかりますよ。実際そうですもんね。そしてそんな人間たちにちょっとした誇り、自尊心と権限を与えれば、いとも簡単にホロコーストのような大殺戮を引き起こしてしまうこと。さらには周囲はその愚かさに気づかず加担してしまうんですよね。気づいた時にはとんでもないユートピアどころかディストピアが形成されていたと。つまりこの映画が言いたいのは、ホロコーストやジェノサイドのような残虐な行為を引き起こすのは何も特別な人間ではない、ごくごく普通の人たち皆さんなんですよと。なんともね、背筋が凍る映画でしたね。本作には囲碁の駒が何度となく出てくるんですよ。囲碁の駒ってさ、白と黒ですよね。人間なんてちょっとしたことで白にも黒にもなるんだって、メタは何でしょうね。このコンクリートユートピアを見て、以前僕の動画でレビューした2019年の2月に見た映画、鑑賞した映画で小さな独裁者っていう作品があるんですよ。あれをね、思い出したというか、結構似てるかなと思いましたね。この小さな独裁者ですけどね、要はね、ドイツのお話なんですけど、ドイツの、脱走兵ですよね。もう戦争やだっていうことで、上司にいじめられるしっていうことで、主人公は脱走するんですよ。で、その脱走先で、追いかけられるんですけど、脱走した先で、なんかね、将校の、タイか何かのね、軍服を見つけて、それを着たらね、みんな周りにいた人がですね、ドイツ兵たちが、タイだと。勘違いしてみんな敬礼してきてね、このタイの制服を着てることによって彼は結構な権力を手に入れるわけですよね。で、その権力を手に入れてですね、部下たちが、部下じゃないんだけど、自分とタイよりも階級の下の軍人たちがみんなひれ伏すわけですよ。で、それなりの権力を手に入れた彼はですね、その街でね、殺戮を繰り広げるっていうね、とんでもない映画なんですよね。要はこの映画、コンクリート・ユートピアと同じで、ちょっとした権限を与えるだけでこうも人間は残酷になり得る。でも元々はだってこれ脱走兵の普通の小市民の男性なんですよね。その中でもちょっとした権力を手に入れることでここまで残酷なことをしでかしてしまうっていうお話なんですけど、そういう意味でね、なんとなくコンクリート・ユートピアと被るお話なのかなと思います。ぶっちゃけこのね、小さな独裁者はかなり胸くそ映画なので、視聴はまあ自己責任でお願いしたいところなんですけど、なかなかね、一見の価値は映画ファンの方であれば一見の価値があると思いますね。気になる方は、ぜひですね、僕の動画のレビューをチェックしてみてください。はい、というわけでね、評価額1700円傑作。いやー、やっぱり年初から、高い評価額が出てしまいましたね。いや、まあこのくらいのねクラスになると、評価額になるともうベスト1級ですね。ベスト10級です。ベスト10入りの可能性はかなり高いと。はい、去年のね非常宣言も去年の2023年のベスト1ベスト10に入ってますからね。このコンクリートユートピアもなんか入るかなどうかなといったとこですかね。今年はね、どんだけ面白い映画、インパクトのある映画が出てくるのか。ただね、やっぱり映画っていうのは、僕はちょっとね、今回この映画には1700円の評価額をつけましたけども、案外時間が経つとね、評価が変わってきたりすることもありますんで、必ずしもね、ずっと僕の中でこの1700円傑作が、維持されるというわけでもないです。場合によっては結構下がってしまうこともあるので、その時はまたね、ランキングの方にも影響してくることにはなりますけども、はい、おすすめですね。かなりおすすめできる映画。韓国のね、こういった映画、敬遠してる方も多いと思いますけど、なんだかんだ言いながらね、韓国映画ってレベル高いんでね、食わず嫌いの方はぜひ見てほしいなとも思います。ただ何度も言うようにね、能登半島の地震がありましたから、ちょっとタイミング悪かったよね。タイミング悪すぎだなと思います。今回やっぱりちょっと辛いですよね。なんだかんだでもう、現時点でもう200人以上の方が亡くなられているっていうことで、いや、ほんと辛いですね。なんかテレビ見てたらね、ちょうど僕ぐらいの年齢の方、男性がですね、奥様と子供4人かな、子供4人がこう土砂崩れに巻き込まれて亡くなっちゃったみたいで、家族をね、愛する家族を一気に自分以外の家族を全員失ってしまったっていうね、もう本当にもう見ていてね、胸がかき乱されるというか、もうね、いやもう本当に辛かったですよ、見ていて。僕もちょっとね、もらい泣きしてしまったんですけども、ちょうど僕とね、年齢が一緒ですから、いや、この年齢でね、家族を失う、特に子供を失うっていうのはもう、なんていうんですかね、筆舌に尽くしがたいを超えた地獄ですよ。いや、もう絶望ですよね。だからね、この映画本当はね、ちょっとあんまり語れるのはどうかなとも思ったんですけども、本当申し訳ないです。被災者の方には、ちょっと申し訳ないなって気持ちではありますけどね。だったら語るなよって話ですけどね。はい、すいません。ちょっとね、後ろめたい気持ちはすごくあります。正直なところね。一刻も早くね、亡くなった方たちにはお悔やみ申し上げたいですし、被災者の方がね、一刻も早く、立ち直れることを心より願っております。ちょっとやっぱり寄付しようかな。そうですね。まだちょっと寄付してないんですよ、僕。大した微力ではありますけどね、どっかに何らかの形で、大金は無理ですけど、寄付はしたいかなと思っております。はい。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。ご視聴ありがとうございました。